こんにちは、まちさんです。またこれです。と映画を見てきましたもうなんていうの、こうどっか旅行に行くとかもう、ね、基本的にできないし、僕はあんまり旅行って行かないタイプなんで、もう映画館ですよ。映画館でね、なんだかんだ言ってね、空気の循環とかね、いわゆる感染拡大対策出ますので、ある意味安心していけるんですけどもね、まあ、映画を見てきました。はい。で、来るとですね、パウレット買ってきましたよ。何を見てきたかというと、どっから行こうかな。こっちから行こうか。はい。映画を見てきました。パンフレット買ってきました。これはパンフレットじゃないか。映画見てきました。これ手に入れてきました。エヴァンゲリオンの薄い本です。いよいよね、もうラストに向かっている状態ではありますが、新エヴァンゲリオン劇場版。2回目見てきました、ね、こういう薄い本ももらってきました。中身はですね、同人誌です、まあ、庵野監督いわく、カラーで作った同人誌という言い方をしてましたけど、なかなかいいです。これ見つけちゃっていいのかな。これ綾波とこれからアスカも入ってました。で、中身はですね、漫画です。漫画があります。とエヴァンエリオンの9かな、9の冒頭のシーンが始まる前の物語、1時間前、30分前というのがあります。ここでね、1ページ目、これね、気がつく世代ってどのぐらいいるんだろう。9の中でね、エヴァンゲリオン9の中でロケットが出てきて、そこで2号、エヴァ2号機と、それからマリが乗ってるやつと、出てきますけど、あの時のロケットをこれね、地球から打ち上げるんだよ。太平洋から打ち上げるんですよ。最初から宇宙にあるわけじゃなくて、地球から打ち上げて、で1号機が打ってる十字架みたいなやつね、あれを回収するっていう物語なんですけど、面白いです。ビレ所属、シーローンチデキャップル副動式河川艦、あ、船の方なのね。これはね、マイティー K キングって書いてあるんですよ。で、同じくビレ所属、シーローンチデキャップル副動式河川艦、マイティー Q、クイーン。もう分かりましたよね。これ、アンにマイティー・キング、マイティー・クイーンですから、もうキング、クイーンときたら、増然マイティー・ジャックってきますよね。まあ、そんなことをこう思わせる書き出しでございます。この複合式ロケット、ロケットね。あ、そうか。ロケットを運んでいる発射台が、これがマイティー・K とかマイティー・クイーンのね、発射台ね。で、ロケットの方が、ドッペルゲンガー2号機とかね、いろんな名前がついてます。アスカとマリがいますね。その打ち上げです。まあ、当初どうもね、マリの方が回収に当たるっていうことだったらしいんですが、この物語の中で、いや、やっぱり私が行かなきゃダメよっていうことで、アスカが行くことになるっていう感じですけどね。でもこの時点でこの二人の首にはあれがついてます。こんな上下神経数。で、ここで初めて明かされるのが、なんで9の時にアスカは古い方のプラグスーツ、しかもなんていうの、ガムテープじゃないよね、修理用のテープで貼った服、プラグスーツを着ていたかという理由が出てきます。リフトオフに2つのロケットが打ち上げられている。で、最後すごいですね、ネルフ本部から綾波かっこ歌唱そっくりさんが見ている。なんで終わります。で、この後にイラストがついてるんですよ。それがね、なかなか良くて、多分これはね、エヴァのような犬と猫と鶏、ウサギがいて、ミサトさんかなと、リツコさんがいます。それと、こっちのやつもですね、トーチくんとジムリーのデラスコと、これがね、カジリョウジくんの方かな。で、ミサト様のお手の車をメンテナンスしている。で、これがすごいの、その別のやつが。多分、ゲンドウさんと、ユイさんがね、カラオケボックスに行ってた。子供のシンジ君がいて、向かいの席にはマジさんがいる。ドアの向こうにいるのはね、多分カジさんとミサトさんかな。で、歌ってる歌が、私があなたを愛してたことをなので、これはボイジャーですよね。で、次の曲が入ってるんですけども、ワンラストキスエグ。で、面白いのが、このテーブルの上にスマホがあるんですけど、冬月先生からの着信っていうのはね、まあ同人誌だな。うん、いいよ、なかなか。でね、これ結構涙出ちゃうんですけど、髪の伸びてる綾波かな、それと薫君と、その薫君の肩車してる、これ多分信じてるな。なので、そういう意味でね、薫君ってやっぱり玄藤さんの分身的なところがあって、最後なんだっけ、渚司令っていうんですけど、
多分あれ怒りしてっていうニュアンスと同じなんですよ。まあ同じかなというふうに感じました。で次はですね、ツバメ3歳、ツバメって誰みたいなね、ありますけど、当時さんと院長の娘さんです。ツバメで、アツカと、黒いね、でパップ君の絵とかね、なかなかいいですね、同人誌でですね、みんな好き勝手に描いてますが、ね、そうそうそう、2回、初めて、僕は初めて知ったんですけどね、玄道さんってピアノ弾くんですよ。でそれが多分カオル君のあのシーンに通じるものなんですけどね、ちょっとのこうなんてこうコミュニケーション取らないけど、唯一ユイさんとだけはコミュニケーション取れて、で一生懸命勉強することと、それからピアノを弾くことが玄道さんを支えるという、オールキャストブルーボール8号機と言いますね。まあ、ある意味こんな風にしてカラーの人たちが、まあ、同人誌を作ったのがこの今劇場で配られている薄い本。この表紙がやっぱりすごいね。テレビ版の中ではミサトさんってシンジ君の、まあ、ある意味 恋人役といったらいいのかな、まあ、そういったポジションだったので、今回明らかに母親というのをすごく前面に出している感じにしました。まあ、そんなわけでエヴァンゲリオン、そろそろ劇場版終わってしまいますが、できれば大きい作りで見ていただけるといいかと思っています。このパンフレットなかなか手に、はいはい、まあ、見たい人しか手に入らないですね、非売品です、ありがとうございます。